役所でもいろいろ喋りたい。やっぱりこう、まあ抵抗はあるけど、分かってもらうには、やっぱり持ってた方がいいんだろうなっていう気はする。そうね。抵抗するのすごくわかるんだ。本当に、本当にすごくわかる。だけど本当にそう 見られることが本当に嫌だったんだよね。なんか絶対いい意味じゃ捉えられないんだよね、あの視線が。今はほらさっき言ったみたいに、大丈夫っていう気持ちの方が絶対多いと思うって本当に思ってるけど、絶対前はそんなことなかったの。もう本当にもうみんな笑ってるような、なんかみんななんか言ってんじゃないかみたいな。特にお年頃だったからね、なんかそれで結局やめちゃってっていうのも何回かあったし、教室でルーペ使うのも嫌だったよ。ああそうなんだ。それはもう実際にこそこそやっぱりなるし、なんだろうみたいなね、目悪いんだよって、ただそれだけの会話してるのかもしれないけど、ひそひそになるから、もうこっちは妄想するしかないんだよね。その嫌な方向に絶対になっちゃう。言っちゃった方が楽なんだけどね、本当はね。でその性格とかもあるけどさ、なんだろう、そう年齢もあると思う。あるある、年齢わかる。そう、もう10代とかさ、20代なんか絶対嫌じゃん。嫌だね。今思えばもうそれこそね、今思えば、言っちゃえばもっと楽しいし楽だったんじゃないって思う。もうね、20代とかの自分には言ってあげたいなと思うけど、見えてるふりしちゃうよね。ここね、分かんないって言ったら、もういらないような気がして、そうなんだろうな。だからこのスタバとかおしゃれなカフェとかあるでしょ、あれでみんながちゃちゃっとこう決めていくじゃない、見える人たちはさ、私何々、私何々って言って、で自分はもう見えない、メニューすら見えないから、友達が頼んだものをじゃあ私もそれでみたいに言ってたこともあるし、今だったらね、全然ね、これ飲みたいんだけどあるとかね、上手にこう言えるやり方をね見つけてるけど、やっぱね、あの時代は無理だよっていう時代はあるよね。でも別に友達だってあの時に言ってれば全然、言ってくれるんだよね。そう、でも自分で自分の壁をこう作ってしまってる、怖くて。からってやってくれないのとかね、向こうがやってくれて当たり前とか思うのもダメだけど。そうなの。やってくれた当たり前は良くないよね。ね。でも白杖は本当にね、安全。それこそ誰かとぶつかって怪我させたり、逆に。こうちょっと怖い人とぶつかってね、あの暴言とか吐かれて傷つくんですよね、やっぱね、その時にはね。だからそうならないように、まあ持ってても言う人は言うかもしれないけれど、それはね、本当に大変な人に当たってしまったって思うしかない。いや、それはもう白状じゃなくても、一緒だからね。そう、その人の問題であって、あの目悪いからじゃない。今はもう結構大体優しい人が多いから。そうでもない？優しい人が、いや昔から多分優しい人が多いんだと思うんだよね。まあいろいろね、こう周知されてる部分も増えたっていうのもあるけどね、その白状ドラマとかもそうだしさ、そうだね、メディアとかもそうだけどさ、白状があるとラストも、でラジオとかもさ、0から1へみたいなやつ、文化放送かなんかで、そのロービジョンの人のなんか見え方についてみたいなやつもラジオでやってたりするから、意外とそう取り上げられることがすごい増えたんじゃないかなっていうのは、それこそね、アプリもそうじゃない、映画館で使えるアプリとかさ、あれ助かるね。映画館のハロームービーは
すごいよ、うん、何個か出てるんだよねアプリ忘れちゃったけど、うん、見えないシーンって意外とあるからねこうそうそう手紙の、ね、やり取りとかね LINE、うん、のやり取りとかね洋画とかもねああいうのなんか対応してくれるなったらすごい楽しいだろうな、うん、やっぱり持ってよかったのは、まあ、身の安全をすごく実感したのと、うん、やっぱり人に物を聞きやすくなった、うんうんうん、行き場所値段とかさ、うんうん、あるある。でもそれでもやっぱりその相手の人が白状持ってようが持ってまいが相手の人のもう性格で、うん、っていう態度を取る人も全然多いから、うん、一概にいいとは言えないけど、うん、でも聞きやすい自分がすごく聞きやすくなった、うん、尋ねやすい、うんうん、かな尋ねやすいのもある私白杖持ってた方がやっぱ基本親切にしてくれる。まあね、まあ、その見えないって分かるからね、うん、確かに会社で白杖持って、うん、もうトイレ行くのもなるべく白杖持つようにしてるんだけど、うんうんうん、挨拶してくれる率も高い。あ、そうなんだ、うん、へえ。何なんだろうあれで どんな風にえ普通に私いつも誰かとすれ違ってるなって思うとなるべくお疲れ様ですって言うようにしてるんだけど、うんうん、あお疲れ様ですみたいに返してくれる、うんうん、で多分声に出さないときっとわからないだろうって思ってくれて声に出してくれてるのかもしれない、うん、あの会釈だけして過ぎる人ももしかしたらいてて、うんうん、挨拶してくれない人なんだなって私は認識してしまうから、うん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 、きっとそういう人が減るから挨拶されるんだっていう私は認識になるのかもしれない。なるほどね、うん、へえ、そこ社内でも持ってるんだね。そう、うん、もうずっと立てかけっぱなしだよ。うーん、でも確かにうちの、まあ、社内で、白杖常に白杖持ってる子は2人なのよ、うん、で、1人の子も社内でも持って歩いてるの、うんうん、でももうなんて言うんだろう、その白杖フォーメーションじゃないけどその同じ階にコンビニがあって、うん、そこ行くともう誰かしらが対応してくれるわけ。今日何がいいとか、うんうん、でバーってセブンイレブンが入ってるんだけど、うん、商品をこう読んでくれるわけ、うん、ご飯系がいいですって言うと、じゃあ今はねこれがあってこれがあってこれがあってみたいな、うんうん、で昔はそのコロナになる前はその社員食堂があって、そこ行くとやっぱりその子用のフォーメーションが組まれて、うん、お願いしますって言うと誰か出てきて、うん、その子のアテンドをしてくれるわけ。あ、いいね、うん、だそういうふうに自然にお店が対応してくれるのがやっぱすごいなと思う。最近はうちらが行ってもその会社のユニフォームで行くから、うんうん、あここのユニフォームの子はみんな視覚障害なのねみたいに分かってくれて、うんうん、そのセブンの人が、うん、なんか読みましょうかとかって言ってくれるから、うん、すごい助かる。そうかも、うんうん、やっぱ持ってると気づいてくれて、ね、優しい対応してくれることに会うことの方が多いよね。そうだね、うんうん、だからそこに、まあ、甘えちゃいけないじゃないけど、ちゃんともう人としてのお礼を確実に言ってほしいよね。皆、うんうん、さんもなんかすごい勢いでやっぱなんか電車の中でさ、うん、座席に走っていく白杖持ちとかさ、もう全ての視覚障害者をそういう風に見られるのはすごく嫌だし、なんかこうそれなりにこうちゃんとしてほしいなっていう人もいるな、やっぱり、うんうん、見えないのにそんなされてわかると思いますかみたいな嫌な言い方、なんていうのかな、自分が言う方たちはその嫌な言い方をその健常者にする人、うん、だから健常者の人もだって視覚障害者への配慮を全部知ってるわけがない、うん、まずさ、うんうんうん、身近にいる人は見てたりとか、そういうテレビ番組とかを見た人は分かるかもしれないけれど、うんうん、何も見なかった人もいるわけだから、うんうん、全員が全員
こういう時にこういう対応してくんなかったっていう文句を言うのはどうかなって思ってしまって、うんうんねうん、自分じゃあ自分は分かるように何かアクションをしたんですかっていうところで、そこも大事なんじゃないかなって思うね、うんうん、それはある、うんうん、そう配慮だってね、あの色味まで言ってほしい人、うん、メニューだけ言ってほしい人とかさ、うん、やっぱそれぞれだったりするから、やっぱり自分がこう、うん、欲しい、これが欲しいっていう情報をちゃんと逆に伝えてあげた方が相手も困らないんじゃないかなって、うんうん、で一緒にいる人もさ、なんかこう過度な配慮、うんうん、やっぱなんかあこれもしてあげた方がいい、あれもしてあげた方がいいんじゃないかってすごく思ってくれる人もいるじゃない、うんうんうん、だったらなんか自分でもこう受け身っていうよりも、うん、なんだろうな、あここまでだったら大丈夫だよってちゃんと言えるようにそうだ、ねうん、してあげた方が相手の負担も少ないんじゃないかなっていう気はする、うんうんうん、そのやってもらってね、うん、あの受けるだけ受けて後でこんなにやらなくてもいいのにみたいに文句になるんだったら、最初から言ってあげてね、ここまでできますって言えば、うんうん、お互いにいい気持ちよく、うんうん、できるね、確かにそうだね、きっとこう、あ、助けてあげたいなってすごく優しい人っていっぱいいるじゃない、うん、お手伝いすることありませんかって声かけてくれる人がすごく増えたけど、うんうん、さっきの話じゃないけど、集中して歩いてる視覚障害の子もいるから、うんうん、そうだね、うん、やっぱり急に手をつかまれたりとか、体にバッて触られたりすると逆に危なくなるから、うん、やっぱり一声先に一声欲しいかなっていうのは、うん、手は怖いよね、びっくりする。そうでもそう、手を引かれる、うん、急にバッて階段だよってすごい掴まれるんだって、いや知ってるよと思うんだって、すごいそれでびっくりしてあーってなっちゃうから、うん、もう本当やめてほしいって言ってた、うんうん、難しい ね、うん、ね、そこで会った人はその人を初めて見てるからさ、うん、危ないって思って声をかけてくれてるんだろうけど、しかもその子にしてみれば通勤で毎日そこを通ってるから、うんうんうん、よしこっから階段だって分かってるから、うん、さらに集中集中ってなるんだけど、うん、だからやっぱり手よりもまず声を先に、うんうんうん、でも怒れないよね、怒るまでにはいけないよね、やっぱりそこは、うん、あの本当に落ちるって思ったんだろうから、うん、それをじゃあかけなくていいよねってなっちゃったら、うん、本当にわからない方が怒っちゃうことになっちゃうじゃない、うんうん、だからまあしゃあないね、タイミングがあれだったねっていう、そうそうそう私も後ろから、うん、あのもうすぐ階段ですよってすごい声かけられたこともあったから、うんありがとうございますって振り向いて危ねえってなるけど、うん、でもそうそう、やっぱ声をかけてくれるのはありがたいけど、そうだね、やっぱいきなり声より先に手が出るのはちょっと怖いみたいな、うんうんうん、ならもう 2,3 歩手前ぐらいで声をかけてほしい、うん、って言ってた、うん、難しいんだけどね、難しいね、難しい、人が多ければ多い駅とかさ、そう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 、街中だと余計にね、そうだね、その人だって進んでっちゃうしね、自分が遅れたせいで落ちちゃったり怪我しちゃったらと思うと大変だろうから難しい、うん、それはでもちょっと難しいね、タイミングの問題、タイミングなんだと思う、うん、だけど、うん、そうなんだよね、だから本当難しいんだよね、難しい、でもその人がそういう性格のおかげでホームから落ちそうな人が、ね、救われるかもしれないしね、だからなんだろう、そう難しいね、難しいの、そう難しい、本当にタイミングと、うん、びっくりして落ちちゃう場合ないの、そうなんだ、びっくりしちゃうの、びっくりすると思う、うん、だからそのもうキャーって叫んで逆になんかびっくりして危なかったって言ってた、向こうもびっくりしちゃうしね、本当に良かれと思ってたと思って、思うから、そうだから本当に難しいね、難しいね、やっぱり声が一番じゃない、階段ですよって、まさか階段ですよぐらいが、ね、段差ですよとかね、私は極力スロープを行く、階段は使わないにしてる、うんうんうん、私もできるだけエレベーターとかだからカロリー消費しないんだよねでもエレベーターとかエスカレーターあるなら迷わず乗る、ほんとね、チラチラしちゃう階段、本当に降りるときとか、特に降りが怖い、うん、あの変な階段あるよね、あの動滑車やつとかね、そう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 、あの
階段の幅が半分ぐらいに模様が入ってるやつとか、だからどこが段なのか模様なのかが分かんなくなっちゃうやつとか、しましまに見えるやつとか、そうだ、本当はね、あの黄色い縁をみんなつけてくれるといいんだろうけどね。おしゃれなところはないからね。そう、難しいよね。難しい。おしゃれなところも好きだから何とも言えないけど、弱視でもいろいろしゃべりたい。食べていいよ。食べてる、うん、ちょ、こっちサイドないんだけど大丈夫これ。大丈夫大丈夫。砂糖錦なんて買えないって思うじゃん。買えないよ。だからさ、それをどっさり送ってきてくれるから、うん、ありがたいなと思って。だってスーパーに売ってるさくらんぼより2、3回りでかいもん。これ真っ赤っかいし、これでもなんかちょっとまだ甘みが少ないんだって。あの5月に霜が降りちゃってちょっと良くないんだよって言ってた。でもなんか全然話いいこと言ってる。山形はあんまりこう地物がないんだって。さつまいもとかもそうだし、メロンも地面じゃん。地面だね。だメロンを送ってさくらんぼが帰ってくるみたいなさ。ほらうち公共のことないごめんなさい。メロンとかさくらんぼとかしかないからさ。そうそう、ないかしら。嬉しいと思いながら、あの干し芋とか送るとめっちゃ喜んでる。あー、干し芋ね。干し芋はね、高級品だね、それもね。だけど私は食べないのよ。なんで？でもさ、やっぱり子供の頃って言ったら干し芋しか出てこないじゃん。知らないよ。我が家は出てこないから。ほんとー。ほら、うち高級品なのしか出てこない。早くタッパーちょうだいよ。出てこないからさ。お水ここに入ってるから。分かった。そんなの喉通さんとね、なんかね。そうなんですよ。自分のはなかった。いちいち組みに行くのがめんどくさい。そっか。でも最近いろいろ高いからね。でもスーパーでさ、菓子パン、この間菓子パン売り場に久しぶりに行って、あの1個160円とか190円とかなんか、そんぐらいするんだよね。昔ってさ98円、ね、まあ安くてあるけど98円、でも普通で98円とか高くても128円とかで買えた気がする、なのになんかあれこんな高かったっけってなって、やばい、最近やばいってことに気づく。そう、やばいやばいやばい。お昼をさコンビニで買うじゃん、会社同じ階にあるからさ、前はそれこそあの700円くじ、ギリギリ引けるか引けないかぐらいだったの、ちょっとなかったなみたいな。だけど最近1000円超えるもんね。そうそうそう、同じものを買ってて、へえ、やっぱそこでなんかこの物価高騰を実感したね。そうだね、そうだね。お弁当も底上げされてるとか言うしね。そうだ、卵とか入ってなかったからね。やっぱ卵ないんだ。残った。あ、卵ない問題、卵高い問題もあるもんね。300円超えてる、ね。超えてる超えてる。やっぱりあれだよ。もう68円の小松菜食べるしかない。68円安いよね。どうなんだろう、小松菜どうなんだろう、あんま買わないか。小松菜バカにすんなよ、小松菜。ブロッコリーだから。あのコストコのでっかい、コストコのでっかい、2.27 入ってる、はいはいはい、冷凍のやつ、あれをこの間初めて買ってみて、これ冷凍庫入るかなと思いながら。そうだよね、あれすごい締めるよね。うち唐揚げを買うのたまに、あ、お弁当に入れるから。あげるんでしょ。いや、あげない、あげない、チンなんだ、もう上がってあるから、竜田揚げとか、そう、シーフードミックスとブロッコリーとしめじを買ったら冷凍庫それでいっぱいになっちゃう。ダメだ、冷凍庫。しめじ人気だよね、コストコで。やばいわ、あれは、あれは天才。あれ天才だよっていう、コストコの話じゃないよね。いや、全然 OK だよ。はい、ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。
チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。バイバイ。